今回のお話は原田さんがご自身で開発したシステムの原因究明のため旅しししたお話話でですすす今日はですね久しぶり若い時の話をしますあの私がエンジニアの時代にポスシステムの開発をしてお客さんにどれだけ怒られたかすなわちトラブルが出てそれを原因究明と対策これをトラブルシューティングというんですがいつ帰れるかわからない トラブルシューティングの旅こういった話をしてみたいと思います DAI-A という本当にあの当時日本のスーパーマーケットのリーダーであった d a i 本社が兵庫県の石にありましたその d a i モデルというものを私開発したんですよそれであれポスシステムですねスーパーにこう並んでいるスーパーそれから d a i の場合はあのいろんな用品とか 各フロアにいろんなものが売ってるお店だったんですね。そこに私の設計した POS システムが導入されたんです。導入してしばらく経った後に数ヶ月に1回ぐらい偶発故障が起こるんです。で、故障っていうのはですね、初期不良、偶発不良、摩耗不良、いわゆる寿命が来た時のトラブルですね。 この初期不良とママ不良良とこれは分かりやすいんですけど一番難しいのは偶発不良なんですで不良が起こった時に原因究明どうやってやるかっていうとそののトラブルの再現がでできたらすすぐ原因が分かるんですでなかなか数ヶ月に1回いつ起こるか分からないという偶発的なトラブルがポンと出るとその瞬間を見てないだけに原因究明ってめっちゃ難しいんですよ。それで 数ヶ月に一回トラブルが出て、私はあのダイの本部に設計者として呼び出しぐらいました。具体的にどういったトラブルですか、えー？時々ダウンする、またはダウンして動かなくなる、うん、こういうものです。それで呼ばれて行きました。赤石の本部行ったらもう担当のなんか部長さんクラスかな言われましたよ。あんたがねあのトラブルだらけの機械設計したやつはって言われましたよ。<laughs> それで頭下げて頭下げて現場の原因究明をやらせてくださいということでお願いして現場に行きましたじーっと観察するんですよそしていろんな計測器で電源が安定しているかどうかのいろんなモニタリングやるんですけどなかなかトラブルは出てこないところが数週間ぐらい経った時かな分かったんです分かった原因は私の設計不良でも何でもないですよこのの夜中の 店舗改装の特幹工事で大工さんがうわーってやりますから通信ケーブルを大工さんが切っちゃってるわけですこれ私の問題じゃないでしょそれで私はね鬼の首を取ったような気持ちで大本部に戻って申し訳ありませんがあれは設計の問題ではなかったです夜中に大工さんが店舗改装の特幹工事で 乱暴にもケーブルの線を切ってるんですよ、うん、ぜひご注意くださいって言ったんですよそうしたら予想に反してもっと怒られましたあんたの都合に合わせて俺たち商売できんよ俺たちの都合に合わせて壊れないもの作ってくれ夜中の特幹工事で大工さんが線の1本2本切る当たり前だよ。<laughs> 線の1本2本切れてもダウンしないような機械作れ って言われたんですよこれめっちゃわがままでしょでもねなるほどなーって僕考えたそこで私は通信ケーブルを二重にして常に診断プログラムのソフトを走らせてノードって言いましてどことどこのわ、ねまあ、かりやすく言うと通信の停留所みたいなもんですよそれをノードって言うんですけど。 どことどこのノードの間で線が切れたっていうことを瞬間的に稼働中ずっとモニタリングして瞬間的に検出してバックアップの通信ケーブルに自動的に切り替えるっていうのを設計してこれあの会社でパテント申請して3万円もらったかな <laughs> 3万円ですか <laughs> 万円たった3万円ですけどだからねその時の学びはいまだに覚えてますけど お客様のわがままはアイディアの生みの親というふうに思うのがその時の思い経験だったですねただそういう経験いっぱいありますお客さんのわがままで出てくる新しい発想ってあるんでお客さんのお叱りは明日のビジネスの機会点ねわがままはアイディアの生みの親これが若い時の学びです次回は株式会社アースホールディングス取締役 株式会社サンクチュアリー代表取締役の山下誠司さんがゲストに来てくださいます。